んにちは、メイクユーチューバーのヒロミックスです。本日はですね、メイク動画なんですけれども、目覚ましメイクをやっていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで今日ですね、使うアイシャドウは、はい、こちらでございます。スックのシグネチャーカラーアイズの06番深かなで、こちらを使いまして今日はね、メイクをしていきたいと思います。はい、ということでまずはね、ベース作りからやっていこうと思うんですけれども、久々登場させていただこうと思うんですけれども、はい、こちらですね、はい、スックのソリッド系 の、 あのファンデーションなんですけれども、グロークリームコンパクトのナンバー20番ですね。こちらでまずはね、ベースを整えていくんですけど、日焼け止めも入れていきたいので、こちらですね、最近お気に入りで使ってるんですけど、 NARS のスムース&プロテクトプライマーですね。こちらでまずはね、ベースを整えていきたいと思います。これがね、なんかこうシリコン系みたいな感じのやつなんですけど、これあの動画結構見ていただいてる方はでも耳にたくかもしれないんですけど、これがね結構ね、あのふわなんかお肌のキメを整え、あの毛穴とかをこう整えてくれて、それなのにもかかわらずしっとりと仕上がるんですよね。だからね、最近好きでこれよく使ってるんですけれども、今日もねこれでね、まずはベースを、ね、整えていきたいと思います。はい、整えてみました。どうでしょう、あのカメラではちょっと少しツヤっとし見えるかもしれないんですけど、すごくね、肌の毛穴をねスッとこうね、消してくれるって言ったら大げさだけど、あの整えてくれて、肌のキメをねきちっとこうね整備してくれるような、そういった感じのプライマーなんですね。だからこれはね、あのどんな時もね使ってるんですけれども、とても良いあのプライマーでございます。はい、そしたら使っていきましょう。こちらでございます。スックのグロークリームコンパクトのナンバー20番でございます。はい、あと練り状ですね、ソリッド系というそうなんですけれども、はい、こういった感じの練り状の、はい、ファンデーションでございます。こちらを使っていきたいと思います。でもちろんね、あのパフで使っていくので、ピュッとこうスルッと一回取って、これで全顔いけるんじゃないかなと思うんですけど、ポンポンポンと置いてのせていきます。仕上がりました。もう、ね、めちゃめちゃ簡単に仕上がるんですよね、これね。だからすごくね好きで使ってるんですけど、仕上がり的にはツヤっとした仕上がりになりますんで、あのこれから先あの夏ね、汗かくとか、なんかそういった時期に入っていくことを考えると、パウダーとかでセットした方がいいかなっていう感じでございます。でも黄身を整えてくれて、あの程よいねすっくらしいツヤがね出てるんですけど、今日はね抑えていきたいと思います。はい、スタクチャーパウダーですね。はい、こちらがスックのオイルリッチグロウルースパウダーの101番でございます。ちょっと限定色にはなるんですけれども、パウダーがねちょっとこれしかないからね、こちらで使わせていただこうと思います。これをあのユアグラムの歌舞伎ブラシに取りまして、こうボスッと取ってね、はい、なじませながらのせていきます。いきます。乗せてみました。一応乗せては見たんですけれども、サラッとした感じになってはいるんですけどね、はい、あのオイルリッチなんで、あのツヤ感はちょっとねこう残してくれてるような感じの仕上がりになってます。サラサラです。はい、そしてこのニキビ、はい、コンシーラー使っていきましょう。はい、はい、ディオールのコレクトコンシーラーの 2N 版、こちらは旧品でございます。こちらを使ってカバーしていこうかなと思います。ハサミ打ちにします今日は。これをね使いまして、気になる部分をちょっとね埋めていきます。はい、やってみました。ただここがねもう生き生きとしたニキビなので、ちょっと綺麗に隠せなくて申し訳ないんですけれども、コンシーラーをのせましたら、もう一回このパウダーをねパパパパーっとのせて、ハサミ打ちにさせていただきます。
そうすることできちっとねパッとセットしてくれると思うんですよね。これで願うしかない、もうはい、こういう感じで仕上がりました。はい、そしたらベースが整いましたのでアイシャドウでございます。はい、こちらスックのシグニチャーカラーアイズの06番深かなででございます。こちらで今日はアイメイク仕上げていきたいと思います。はい、ということで早速アイメイク始めていこうと思うんですけれども、簡単に装置出してみました。こんな感じでございます。 1,2,3,4 なんですけれども、はい、光でかざすと分かると思うんですけれども、サテンサテンキラキララメちゃんですね。でここだけマット、はい、そういう感じの仕上がりになってます。マットかな、マットだよね。あ、ちょっとサテン入ってんのかな。はい、こういう感じのお色でございます。ここは完全サテンですね。で結構発色もいいので、あの用心してつけないとドバッとこうつく感じのタイプなので、ここであの手の甲でなじませながらゆっくりやっていきたいと思います。はい、ということでまずはですね、はい、こちらのお色ですね、こちらのお色を取りましてなじませながらやっていきたいと思います。ここでこうなじませて深みを出すような感じでアイホール全体にのせていきます。まずは中心にのせて広げていくやつですね。はい、このやり方でやっていきます。今こうしただけでも結構色がついちゃったんで気をつけて伸ばしていきましょう。でドバってついちゃうと本当なんかもうここだけ もう抹茶色になっちゃったりとかするので、この辺は気をつけて乗せていかないといけないかなというふうに思います。こういう風にスーッと乗せていくとちょっとこう目の凹凸っていうかね、陰影がつくことができるので、こういう感じで少しね、ただ少し深みが出ましたよね、こっちと比べたらね。はい、こういう感じでやっていきたいと思います。はい、ということでこっち側も仕上げていきます。これはねもうワンペタでいい、ワンペタっていうかねもうワンストロークでいいと思う。あんまり乗せると良くないから、いきます。はい、こんな感じですね。もうこんくらいでいいと思います。これ以上乗せると本当ここだけブフってこう深くなっちゃうんで、こういう感じの深みで大丈夫かなと思います。はい、そしたら続きまして、はい、こちら印象的なグリーンですね。はい、こちらを指先に取りまして、これまで結構つくんですよ。ほらね、つくでしょ。だからこれもここでなじませながら際から上に向かって入れていきます。いきます。まず中心に乗せて、これはもう全部共通ですね。中心に乗せて、あとなじませていくみたいな、そういうやり方で深みをどん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 足していくタイプ感じですね。こういう感じ、うん、で足りなくなったらもう一回拭って手の甲で押さえて中心に乗せて深みを出していくみたいな、そういう感じのやり方でやっていきましょう。ちょっと私は内側に重きを置きたいので、ちょっとだけこっちに深みを出します。だからどっちかというとこういう三角形にしていきたいなというふうに思ってます。こういう感じですね、うん、いいんじゃないでしょうか。もうちょっと出そうかな、深みを中心に入れて出すみたいな、うん、こういう感じでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあこちら側もやっていきます。はい、こんな感じで、はい、できました。ちょっと深みが出た感じでいい感じの目元になったかなと思います。はい、そしたら続いてなんですけれども、同じ色を、ね、指先にとって、これちょっと危険ゾーンなんですけれども、下まぶたにも入れたいと思います。3分の1のところに入れていきます。ちょこっとだけ、ほんとちょこっと、ちょっとすることでちょっとだけこう深み大人感が出るかなと思います。こういう感じですね。シュッシュッシュッとこっちに伸ばす感じ、はい、こういう感じですね。反対側にも入れていきたいと思います。いきます。3分の1だけ入れてシュッシュッシュッと
きりぼかす感じですね。こう入れてぼかすみたいな感じで入れるとちょっとこう深みが出る感じ。声がちょっとちっちゃくなってすいません。こういう感じで入れるとちょっとね、上にいっぱい入れるよりも下にも入れて、この C ゾーン、このくの字ゾーンでちょっとね、大人っぽさっていうか色っぽさっていうか、ちょっと深みを出すような感じ。上だけで深みを出そうとすると結構どぎつくなっちゃうんで、下にも頑張ってもらうっていう感じのやり方でございます。はい。そしたら続いてこちらのブルー、紺ですね。これね、黒に見えるんですけどちょっと紺色なんですよ。わかります？ちょっとね、紺色なんですよね。はい。この色を使います。この色を使って目の際のところに入れていきます。際のところにね、いきます。ほんと際のところに入れてぼかすみたいな、こういう感じでよろしいんじゃないでしょうか。ほんとワンストロークでいいと思う。あんまり入れすぎるとせっかく入れた緑がなくなっちゃうんで、際に入れてぼかすみたいな感じ。ほんとワンストロークでいいと思います。この辺がね、時短にならない。ほんとこういう感じ、いいんじゃないでしょうか。はい。そしたら最後ですね、このキラキララメちゃんも撮りまして、これもキラキラなんですけど、はい、こういう感じですね。つぶつぶっていうよりかは結構ペタッとラメっていう感じなんで、これも撮りまして、ペタって乗ったら嫌なんで、ちょっとね、トントントンっていう感じで乗せていきたいと思います。中心のところにトン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 とこうね、少しね、粉砂糖をまぶすかのような感じで入れるとこういう感じね。これくらいでいいと思います。結構目がシックに仕上がってるんで、あんまりキラキラをこうごっそり入れるとちょっとね、いびつになっちゃうんで、ほんとトン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 とこう気持ち入れる感じで、トントントンと瞬きしたらピカって光るぐらいの感じで入れたらいいかなというふうに思います。こういう感じですね。こういう感じ、こういう感じでございます。いいんじゃないでしょうか。今日はこんな感じで仕上げてみました。いいね。はい。そしたら眉毛しようと思います。マキアージュです。はい、マキアージュのアイブロウスタイリング 3D の60番でございます。はい。こちらのオレンジが入った分のここを使っていきます。はい。これはね、結構多分ね、しばらく使うと思う、皆さん。ごめんなさいね、本当これは結構良かった。これで目尻の方も眉尻も描いて、中心部分も描いて、でこのね、ハケを縦に持ってふわ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 ってこうね、目頭のところをすると本当立体的になるんですよね。こういう感じでね、全然違うよ。ペンシルと全然違うんですよね、この仕上がりが。これは素晴らしいと思いまして、愛用して使わせていただいております。いいね。こんな感じで仕上がりました。仕上がりましたら、眉マスカラはこちらでございますね。はい。ヘビーローテーションの細めのタイプの3番ですね。こちらで眉の色を落としていきたいと思います。いきます。こんな感じで仕上がりました。いい感じで仕上がったんじゃないでしょうか。はい。そしたらまつげを上げていきたいと思います。上げましたらですね、今日はですね、はい、ランコムのこちらですね、ランコムのイプノドールアイウォータープルーフでございます。今日はこちらで使っていきたいと思います。こちらを使いまして、まつげを上げていきます。いきます。はい、仕上がりました。こういう感じですね。今日はね、アイラインを引いてないので、あと根元からグイッとこう綺麗に上げてますということで、目力を少しつける感じですね。で、アイシャドウをそんなに濃くつけてないので、それも必要だったっていう手段、
工程でございます。であと なんでかって言ったら、あのアイラインのところにこうブルーのちょっと色をねこう入れてますんで、それもね活かしたかったので、そこら辺もね皆さんに見ていただきたいなと思ったので、わざとこうアイライン入れませんでした。それでちょっとねまつげであの 目力をつけるというような作戦でございます。はい、ということでアイメイク完成です。はい、というわけでアイメイク関係仕上がりました。遠目から見るとこういう感じです。こういう感じ、はい、ちょっとカーキっぽくなんか大人っぽくなってるかなと思います。はい、そしたらチークを入れていこうと思うんですけれども、チークは最近私がハマってるこれですね、NARS のラグナーブロンジングパウダーの00番でございます。はい、こちらでチークを入れていきたいと思います。はい、こちらが結構ねワンストロークで結構ねゴソッとつくので、気をつけながら入れていかないといけないんですけど、これで取りながらちょっとこう払いながら入れていきたいと思います。いきます。トン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 と入れていきます。いいんじゃないでしょうか。はい、素敵になったと思います。はい、リップはねこちらでございます。はい、スックなんですけれども、バイブラントリッチリップスティックの117番ですね。はい、こっちのちょっとねヌーディーなカラーのオイルでございます。はい、かわいいね。こちらでちょっとね仕上げていきます。いいんじゃないでしょうか。もう自己評価高めなんだけどね。自己評価高めの私なんですけれども、今日もいい感じでなんか収まったかなっていう感じですね。今日カーキをね着てみたんですけど、ちょっとカーキっぽいあの目元で合わせてみたんですけど、いかがでしょうか。はい、ということで行ってみましょうか。ファイナルルックはこんな感じです。はい、というわけでファイナルルックまでご覧いただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。結構あのいい感じの深みのメイクになったと思いませんね。あのサマーメイクの今の時期にね、あのちょっとサマーメイクじゃないメイクを出すのもどうかなと思ったんですけれども、あのちょっとね使ってみたかったんでね、ちょっと起こしてみました。呼び起こしてみた。召喚してみました。結構いい感じだよね。これも好きなお色でございます。私のわかるかな、このカーキっぽいさ、なんか深みのさあるさ、ちょっとさくすみ系のお色、めちゃめちゃいい感じのお色ですね。うん、すごくいい感じに仕上がったと思います。あとこの砂糖菓子みたいなさキラキラがさめちゃめちゃさポイントになって可愛いよね。うん、いいかなと思います。はい、あとファンデーションのねでの肌の作り具合もいい感じに仕上がったかなと思います。はい、でもう少しね、あのこの間やったなんかここら辺にこうハイライトをちょっと入れるみたいな、あのコンシーディオールのコンシーラーとかでこうハイライトを入れるみたいな感じのことをやればもう少しいい感じで仕上がるかなとは思うんですけれども、ちょっとねあの今日はしなかったんですけれども、少しこうコントワーつけるっていうんですかね、顔に凹凸をペローンってするんじゃなくて、少しこう凹凸をつけるようなやり方を少しずつ取り入れていけば、もう少し立体感のある顔になるかなと思うので、ちょっとね勉強していきたいと思います。はい。はい、ということで今日はですね、はい、目覚ましメイクでございました。こちらスックのシグネチャーカラーアイズの06番フカカナで、こちらを使いまして目覚ましメイクをやってまいりましたが、いかがだったでしょうか。まあ、何かの参考にしてもらえたら嬉しいかなと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。
で私 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、概要欄からフォローいただけましたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。